パーだから、単純に50万利益が足りないと。だけん、ここの、例えばよ、例えばブックが102万プラス出してるからって、総裁、売上上はそうなるんだけど、ブックの粗利って何パーかしてますか？2割。うん。だから20万しか利益のプラスはないわけ、実際は。100万上げたとしても。だけん、50万マイナスを粗利で出す予測で、ここが20万プラスを出す予測だから、売上額がプラマイゼロになったとしても、利益は30万足りない。分かりません。大丈夫。だけど利益率があるから、今回の、形を見たときには、レンタルがどれだけ、マイナスを戻せるかが、一つ鍵になるのかなってところ。だけん売上で見たときに、まあ大体変わらなくなるかもしれないけど、売上だけじゃなくて、最終的には利益の影響度っていうのも含めて、じゃあどれに手をつけようかっていう順番を考えます。だから今回は、この物販のプラス予測を踏まえたときに、まあ、ゾーニング後の伸ばすっていう要素としては優先順位高いんだけれども、ただこっちが、マイナスを出す限りは全体のプラスにはつながらないから、だからここを一番5月っていうのはポイントにした方がいいんじゃないかなって俺は思います。どうでしょう、郷春さん。だからまあ単純に売上だけじゃなくて、最終的に残る利益から優先順位をつけましょう。で、目先の仕事からっていうのはせやけど